ない町カムロ町、この町で極みの遊戯が幕を。いや、ケリュウちゃん、真島の兄さん、何や、10年ぶりに戻ってきたらしいやないか。この町とあんただけは変わらねえな。いや、変わってるじゃねえか。新しく生まれ変わった龍がごとき極み、行くで。極みは俺を強くする。俺とケリュウちゃんの大好物バトルや。町にうごめくチンプルやガキたち、厄介な連中とおしゃべりはいらねえ。片っ端からぶっ飛ばせ。よっ、ケルちゃんかっこいい。殴る蹴るだけが喧嘩じゃねえ。10年経って進化した俺の戦い方は4つのスタイル。喧嘩の王道チンピラスタイル。お、昔からのキリュウちゃんっぽい感じや。華麗に決めろラッシュスタイル。めっちゃ速、俺より速いかもしれへん。豪快に叩け壊し屋スタイル。器物破損やないか。はい、ほや大砲。あんたに言われたくねえな。それに今の俺にはこんな技もある。超スタイルの極みやと。なんじゃこりゃ。俺も無駄に10年生きてきたわけじゃないんだぜ。最強になった俺を止められる奴は誰もいねえ。何すんだ兄さん。ちょっと待ってくれ。兄さんが警察官に。ビビったか。俺が新システム、どこでもマジマや。なんだそれ。俺は堂島の竜言われた本物の桐生一馬と本物の喧嘩がしたいだけ。桐生ちゃんが強なるためやったら何でもするで。ほっといてくれ。付きまとわれるのはごめんだ。そうはいかんね。ゴミばっかの真島や。何、キャバ嬢真島や。いらっしゃい。勘弁してくれよ。遠慮すんなよ、お前は好きなくせに。まだまだポールダンスもやれるで。俺と戦って第4のスタイル、堂島の竜の力を取り戻すんや。いいだろ、俺とどこまでできるのか。勝負だ。新しく生まれ変わったのは喧嘩だけやないぜ。男のロマン、アドベンチャーだ。どうやキルちゃん、10年経って歩くカムロ町は。気のせいか、昔より遊べる場所が増えてるな。飲む、打つ、買う、この町におったら何でもできるで。町を訪れる連中も10年前より多くなってる。こんなんだったらいくら時間があっても遊びきれねえぜ。その通りや。ジェンセン、マージャン、バッティングセンター、ポーカー、ルーレット、バトルに花札、それからポケットサーキット。いや、まだまだあるぜ。そういえば街中で大流行しているゲームの噂も聞いたな。そう、それがセガの大ヒットゲーム、あのメスキングや。昆虫女王メスキング。これはハマってしまいそうだな。カムロ町は大人の男がハマれる遊びがてんこ盛りや。おからがいや、よーし、歌うで。なんや、俺は歌えへんのかい。あんたの歌はね。さあ、ここからはちょっと一人にしてもらおうか。なんや、相変わらずキャバクラがよいか。キルちゃんも好きやな。なんやこの映像は。おい、キルちゃん、どういうことや。ちょっと説明してくれや。あー、もうちょい、もうちょい見せろや、ボケー。ゲームはもっと踏み込めないのか。龍が如くシリーズ10年の集大成。甘美なスリルと興奮、心躍る遊びの数々。これぞ大人のための、極みエンターテイメント。究極の街を体感しろ、龍が如く極み。キリちゃん、龍が如く6の体験版が付いてるらしいで。